上の蓋取れましたね。上の下これですね。いやー、このベタベタですね。長年使ってた油がついちゃってて、このパッキンとか、蓋がベタベタですね。基板のですね、この電池の横あたりに、これリセットって書いてあるんですね、リセット。この裏の端子を短絡させてやればリセットされるみたいですね。なんでこの基板をちょっと一回外しておかります。ちょっと暗くて見えづらいんです。この R82 って書いたところの2つと、その右下の一番端っこ、そこを短絡すればリセットされるみたいですね。お、なんか光ったな。光りましたね。とりあえず電源は入ったみたいですね。お、なんだな、ゼロ、お、HO って書いてあるんですね、HO。とりあえず電源は入ったみたいです。組み戻して、上にお釜を乗せて電源入れてみたいと思います。今電源ボタンですけど、こうすると消えましたね。で、電源オン。あ、入りましたね。で、これ今多分時計がリセットされたんで、時計の時刻を入れてやれば使えるんじゃないですかね。時計の時刻入るでしょうか。あ、いけますね。1、2、3、4、5。はい、これで、あ、電源入りましたね。これ使えそうですね。裏の基板をリセットしてやれば、エラーが解除されて、また復帰できるようになるということです。いやー、でもこれ分解しないと、一回電源を落として、リセットしないと、復帰できないって非常に不便ですね。多分これ基板開けない人はもうこのまま捨てるか修理するか、どっちかしかないんで、非常にもったいないですね。いや、たまたまこのネットで、そういう直し方のブログを見つけたんで、それで、まあ、やってみたんですけど、もしブログがなかったら私もこれもう捨ててたかもしれないですね。で、修理すると大体2万円ぐらいかかるって言うんで、いや、2万円の作業には思えないですね。自分でこう短絡してやれば、まあ、10分とは言わない、30分ぐらいでできるんで、非常にもったいないですね。まあ、たまたま今自分で直せたんで良かったと思います。はい、今ネジ全部戻しましたね。で、一応まあ多分大丈夫だとは思うけど、多分大丈夫とは思いますけどね。念のため、組み上がった状態でもう一回電源入れてみたいと思います。ちゃんとつくでしょうか。はい。電源オン。あ、大丈夫そうですね。さっき合わせた時計も時間ちゃんと記録されてますね。5時12分。はい、で、これで、最後に炊飯できるのを確認できれば終了です。はい、一回電源切ります。はい、今上に、お釜乗せましたからね。これでもう一回電源入るかどうか最終確認です。電源入れて、はい、電源オン。あ、入りますね。大丈夫ですね。時計もちゃんと5時14分設定されてるんで、これで多分炊飯をすれば、まあ今はな、お米がないんでね、炊飯はしませんけど、これで多分、お母さん。
治りましたね。はい、ということで今日はね、日立の RZ-V52M の炊飯器の修理動画でしたね。はい。